小林、早く早く。こらガンナ、小林さんを困らせたらダメですよ。入学に必要なものってこんなにあるんだな。まったくですね。学校と業者の間に癒着的なものを感じます。陰謀ですね。そんなことはないと思うけど。ネットで言ってました。ドラゴンも毒されるんだな。じゃあまず文房具を揃えるか。いらっしゃい。うん、これこれ。文房具屋なんて今も昔も変わらないもんだな。じゃあ何その顔。可愛くない。え、もう分かってないですね、小林さん。うん、私に任せてください。何ここ。この時期、生きた鳥からむしった羽はいいペンになるんですよ。怖い怖い。じゃあこれも違うっぽい。おかしいですね。あちらにいた時はみんな羽ペンを使っていたのですが。可愛いのがいい、キュートなのとおっしゃっていますが。あ、最近商店街の外に新しいお店ができたと聞きました。これ、目がチカチカする。小林、これはどうやって使う？これで字を書くの。おお。カンナちゃんには鉛筆だけどね。小林さん、どうですか？ねえ小林、このドラゴンの口みたいなやつは？こうやって使うの。おお、拷問器具ですね。どうしてそうなる？じゃあこれは？それは奴隷に刻印するための道具ですね。所有者を示すためです。さあ小林さん、私に所有者の証を。やだよ。あ、見てトーレ様、ユニコーン。あれならユニコーンも本望でしょうね。どういう意味か知りたいような、知りたくないような。ありがとうございました。だいたい揃ったな。では次行きましょう。ああ、どうしてもここじゃないとダメですか？この辺じゃランドセルなんてここしか売ってないの。分かっていてもどうにも気が進みません。どうしても思い出してしまって。じゃあ行こっか、二人で。待ってください。カンナちゃん、どれがいい？これ。意外と普通なのを選んだな。さすがですね、カンナ。人の血を吸い込んだ呪いのアイテムを選ぶとは。うんうん、そういうことか。38,000円になります。こんなにするのか。大丈夫ですか？あ、うん、大丈夫。すみません、カードで。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。小林さん、またこういう店だとカンナが拗ねますよ。ここは学校指定の店なの。だからしょうがない。癒着ですね。しつこい。学校指定のはこれかな。なんかどれも一緒ですね。これでいいの。こういうのはみんな同じにしておかないと。どうしてですか？ああ、差異をなくすためだよ。男子も女子も日本人も外国人も関係なくみんな一緒。それが大事。みんなと違うとどうなるんですか？排除されることもある。ドラゴンにはそういうのないかもしれないけどね。人間は異物を好まないんだ。あ、愚かですね。うん、愚かだと思う。
でもみんな怖いんだよ、普通と違うものって。なんかわかります。ん？ごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど、気を使わせた。カンナちゃん、学校楽しみ？うん。よし、帰って明日の準備するか。ああ、小林さんずるいです。私の手も握ってください。はいはい。小林、見て見て。おお、いいじゃんか。うん、かわいい。ドール様、見て見て。カンナ、それ私にも貸してください。小林さん、見てください。どうですか？設定過剰でもうわかんねえ。結局一日ランドセル背負ってましたね。よほど楽しみなんでしょう。にしてもあそこまでするか。ドラゴンって言っても子供なんだな。邪魔。